変身が解けてもダークオーバーの魔法は続いている。分かってはいたが、こうも心を蝕まれるとは。我慢できない。飢えた狼のようなこのどす黒い食欲。ベルベット、お前ですらうまそうな肉としか思えない。俺はもう終わりだ。だが無意に朽ちるものか。こっちじゃレバンタン。さあ眠れ。全てを飲む夢を見ながらな。私は誰かお前にはわかるだろう。さあ世の声に応えよ。世界に審判を下す時は来た。終焉は今世と共にある。この世の保存を吸い尽くし力とするのだ。抜け殻となった大地を神の矢で打ち崩せ。ひどい姿だな。これがあのバレンタイン王の慣れの果てか。生きていたのか、イングベイ。こそこそと隠れ回る小心者。あんたこそ冥界ではオデットの故障だったそうじゃないか。相変わらず口だけは達者だな。とても高潔な我が血を引く男だとは思えぬ。そうかな。よく似てるぜ。力に狂っているところなんか特にな。力？お前に何の力がある？見せてやるよ、ダークオーバを。タイタニアでの恐怖を今一度。まさか。大事な大事な決勝炉をガラクタにしてやる。捨て身で世に挑むというのか。そうだ、嫌な話だろう。国を滅ぼした狂気の王子はその命で残った仕事をやり遂げるんだ。まただ。魔力が働いておる。誰かがダークオーバーの秘術を再び。やめてくれ。この朽ちた肉に知恵の渇望が湧き立ち、まがまがしき閲楽が心を狂わせる。心が黒く塗り替えられていく。うわ、来たな、あの女の家来ども。再び世を抑えつけるために。ガローン王、その腕をカセで縛り付けていた我らの女王は闇に消え、王の自由を妨げる者はもはや誰もいない。ならば従え、墓守ども。お前たちが闇の力を糧とするなら、この黒く渦巻く力に従え。今より使者を率いて王国を目指す者。死の国から出る道はない。全女王が道を閉ざされた。何だと？ご安心なされよ、ガロン王。出る方法ならありまする。何者だ？あなた様のしもべ。見目は変われど忠義は変わりません。三賢人の一人、ベルドーです。知っておられますかな。死神たちは生と死の境を自由に行き来できるの。
新たな冥府の権力者として命じればよいのです。連れて出ろと。死神、その骨ばった指で運べ。よと、忌まわしき者たちを聖者の国へ運んだ。命という命を食わせるために。これはどうしたのだ。大地が崩れて沈み始めています。なんだと。おお、海水が押し寄せています。この勢いでは我々の国が海中に没するのは時間の問題です。予言にある終焉が始まったというのか。オニキス様、おお、どうすれば。このままではどちらにしても後はない。全ての炎を上げて内陸に進軍する。しかしそれでは我々は世界樹で滅ぶ運命に。世界樹などと呼ばれる木がどこにある。俺は信じぬ、人間の予言など。森という森を焼き払い、予言が偽りだったことを示そう。この炎に住む全てのものに伝えろ。世界を奪う時が来たと。オーダイン様、このままでは。ガロンが冥府の王だと。我が軍は残っている部隊はどれくらいだ。すでに小野兵隊は全滅です。ワルキューレ隊が門が破られ、敵が王宮に流れ込んできます。ああ、この日が来ることは分かっていた。そのためにバロールを作り上げたのだ。あれさえあれば。来たぞ。我が命で王を守らん。静かだ。剣撃の響きすら聞こえん。わしで最後というわけか。あれほど多くの死神を一度に見れば、どんな戦士も血の気が失せるだろう。グリゼルダではないか。この終焉に紛れて出てきたか。お前には父親らしいことをしたことがなかったな。お前のために死ぬのならそれもよかろう。これからはずっと一緒にいられそうだ。満足か、グリゼルダ。そうか、お前は可愛い娘だ。予言にある死の凱旋じゃ。見張り台から見ると山向こうまで漆黒の軍勢が埋め尽くしておる。あの死霊どもはすぐにもここへやってこよう。ではラグナネイブルはすでに。姫、気を確かに。今はここから避難せねば。先に異変を察知して出て行ったオズワルドが気になるな。こちらです、グエンドリン様。この者が安全なところにお連れします。ミリス、ごめんなさい。私の槍を持ってきて。グエンドリン様。オズワルド様を追います。いけません。心配しないで、私はワルキューレ。追い詰められたら空に逃れます。さあ、お前たちは行きなさい。姫、落ち合えるのならホルン山で。来るわ、急いで。
来たのですか。脳幹を打ち据えなさい。女自身にある役目を忘れないで。姉様、どうした。ここはどこだ、コルドランは。正気を取り戻したようだな。どうかね、終焉の獣となった気分は。イングベイ、バレンタイン。違うな。お前が手に入れたその秘術、実はそれで全部ではないのじゃ。肝心な部分が抜いてあってな。ウルズールがあらかじめ隠しておいたのよ。秘術。あやつらは資料となってすでに正気を失ってしまったが、皮肉なことにこのベルドー様はお前がかけたプーカの呪いのおかげで命を落としても心を保てたのだ。ベルドー、もうお前はわしに逆らうことができん。タイタニアではガロン王の悲劇の後、さらに研究が続けられたのだ。ダークオーバが狂気に陥っても命令には従うようにね。と言ってもその獣の頭では理解できるとは思えぬが、まだまだ働いてもらうぞ。わしが王となるために。さあ焼き払え。なんということだ。これでは、俺は。ハハハハ。
台無しにしよって。変身が解けてしまうとは。やはりタイタニア王家の血筋でなければ秘術は正しく働かんようじゃ。どちらにせよこれではもう長くは持つまい。幸い秘術はこうして我が手にある。別の誰かを呪いそやつを操るとしよう。墓場へ帰れよ。イングベイ。ああ。こうも死者が這い回っては、死ぬも生きるも意味がない。頭のもやがやっと晴れた。確かに、俺の時間はなさそうだ。コルドロンを止めなければ。コルドロンを。その民をむさぼり食らう化け物。そしてあろうことか我が祖父。子ぐらいの鬼とも付け出せ。まさか父上を。我が三つ口は何人をも分け隔てなく飲み込んで荒に救うシデムシの晩餐としておる。その剣を託したところで私の気の迷いが生んだ小さな善意も役には立たなかった。父と同じくこの剣でお前を葬る。代々の王のように血縁によって討たれる定めをたどれとでも申すか。だがそううまくはいくまいよ。わしはすでに。
だがそれも過去の話。世は今や倒せる者なき不滅の存在となった。我が祖国もこれで最後、お前の相手もここまでだ。そのちっぽけな肉もこの腐った胃袋に収めれば、謹慎を食らう背徳が五体に閲落となってかける。あなたは姿だけでなく心までも。そうだとも。かつてこの国で望まれ、今や最も恐れられる獣となったガロンの一部となれ、コルネリウス。妖精の女王、お前で最後だ。森は全て灰となった。ミキス、終焉だ。おごるな、炎の王。この終焉が予言通りなら、勝利者はお前ではない。予言通り？確かに予言のままだ、ここまでは。だが我らを押しとどめ滅ぼすという世界樹とやらはどこだね。そんなものありはしない。焼けた大地を見よう。どれがその木だか知らぬが、すでに森ごと燃え尽きた。ボケた魔法使いどもの栗ごとだ。間違うこともあるだろう。今この世界は炎に満たされ、大地が出来上がった時の姿に戻る。国が滅びてもお母様ならば諦めることはありません。私は弓を引くのをやめない。女王らしく最後のその時まで。Thank you.
ない。命が終わるだと、こんな違うではないか。違うぞ、予言では。母様、ごめんなさい。大事な王国がこんなになって、私はやはりダメな娘、お母様にはなれなかった。大地よ、大地よ、受け取って。今この命が帰るわ。天よ、名前を返します。私はメルセデス、真の名はユグドラシル。その名はなんてことだ。ユグドラシル、世界中の名。世界中に阻まれ、炎は消え去る。予言にあるのはお前だったのか、メルセデス。愚かだ、最後で見誤った。だがマダンの写真を、やはり予言は違えた。生き残る者などいやしない。この焦土に、不毛の大地に。
目覚めの時は来た。さあ急いでユリカオから這い出せ。世界を飲み尽くすのじゃ。サイファー使いコルドロンと行くがいい。 さあ容赦なくやれ。この5億しか埋まる大地を消し去れ。犯した愚かな罪をもこの見事消し去れ。 Ha!
怒りの柱が大地を狙っておる。あの柱を吐き出しているあいつが予言にある蛇の王に違いない。空を覆うなんと禍々しい姿だ。ブラムさん、いいか、ここもいよいよ沈み始めた。大陸がこうも粉々なら助からぬかもしれん。誰も、でかい、もう逃げ場はないぞ。よし、あの頂まで登ろう。ホルン山の頂が海に沈む。ここがエリオンの大陸で最後の土地。こんな結末を誰が望んだろうか。誰でもいい、誰かがこの冷酷な世界に生き残れるというのなら、この魂と水戸を喜んで天に捧げましょう。願いが叶い、誰かが救われて、それが私の愛する人たちであるなら、私の最後にとってこの上ない手向けとなるでしょうに。これではあまりにむごい幕引き。Thank you.